守備の方針が定まらなかったっていうところが、ハイプレスをどうするかっていうことが徹底できてない、悪く言うと中途半端、それができるメンバーもだいぶ限られてる、単純に蹴ってもいいかなっていうのは思いましたね。ああ、ちょっと上田えげつないところも来てますね、もうね。ザイオンにとっては厳しい大会になりましたね、これね。森保さんまだ使いそうですね。先手は打てないな、この人はっていう。あんなに状況悪いのになぜ変えなかったの、なんだ答え持ってたんだったらなんで伝達しないのって。現状が全てあらわになったというか、日本代表の今の姿、もう強いところも弱いところも全部明らかになって、でこう前回の大会ではこうすごく評判の高かった優勝候補のイランを日本が 3-0 で破ったんですよね。あの時は日本が丸裸にしてイランを倒したんですけど、今度完全に逆のことが起こったなと思ってて、なんかこうサッカーの面白みを感じました。それはもうこう今一夜明けて喋ってるんで、もう興奮とかもないなくなって、ちょっと落ち着いた感じの状況で喋ってるんで、なんかこう、まあ、サッカー面白いなっていう風に普通に今思い始めてますね。一筋縄でいかないなっていうの、そこを見据えた道っていうのをこれからやっていかないと最終ラインもワールドカップも危険だなっていうところ、人前試合の時にやってたようなこうプレッシングとカウンターってところすごく強みであるんですけど、それを外された時にまあちょっとどうしようもなくなるというか、守備の方針が定まらなかったっていうところが大きな弱みで、でまあロングボールもある程度対処できる気はしてたんですけど、まあそこまで徹底されるとさすがに厳しいなっていうところと、でハイプレス回避、これも一応成果は去年出したんですけど、ただかなり限定的な選手、この選手じゃないとできないとか、この形じゃないとできないっていうこともまだまだ全然未完成だなっていうことも明らかになったので、そこら辺はまだ弱みとして全然普通にあるなっていうところですね。うん、もうおっしゃられた通りで、エデフリテがはっきりしてるっていうのがはっきりしたと、得意な戦い方とそうでない状況になった時がかなり落差があると、でまあどのチームでもそうだと思うんですよ。得意なものがあるから不得意なものも出てくるわけで、ただ今のサッカーだとそこの落差がなるべくないチームっていう方が有利になってますから、だから日本の場合は、ロングボール対策もありますけど、基本的にはミドルゾーンのプレスとカウンターっていうのが一番得意な形で、でそうでないのは相手に引かれてしまうこと、でそれから相手に引かれて困るっていうのは、そのスペースがない中をどうやって攻め崩すかということも一つ課題ですけれども、それ以上にそこでのハイプレスをどうするかっていうことが徹底できてないっていうのがありますかね。だからロングボールを蹴られてしまうと、例えばプレッシングっていった時にミドルゾーンであればだいたい30メートルというのは一つの、目安じゃないですか、トップからボトムまでが。ところが相手陣内でのハイプレスになると、まあ大体ハーフウェイラインがオフサイドラインになってしまうので、それ以上センターバックとあんまり前に出れないんで、ペナルティエリアの外からプレスするとしたら約40メートルあるんですよ、縦。それだけの広いところをマンツーマン気味に抑えていくっていうのはちょっと違う種類の守り方になります。でそこを抑えるためには、まあ具体的にどうするかっていうと、アンカーのところかな、一人余らせなきゃいけない、要するに相手をマークしない選手を一人決めなきゃいけない、大体サイドバックですよね、一番端っこのボールから遠い選手はマークしない、逆に言えば残りの選手は全員マークしていなければならない、それで一人余らせる、こぼれ球を取らせる、突破してきたのをカバーさせるっていう役割になるんですが、見てるとそこまで整備されてない。なぜかというと、いつもミドルゾーンに戻したいから、ゾーンのまま押し出している、だからどうしてもプレスがかかりきれないことがあって長いの蹴られちゃう。それももともとじゃあ7割ぐらいポゼッションして相手陣内でずっとやって、じゃあ相手陣内でやってるからハイプレスで取りましょうっていうような戦い方を想定してないですよね。それは当然で、ワールドカップでじゃあ 70% ボール持てんのっていうことになりますよね。ブラジルと対戦した時、あるいはフランスとかアルゼンチンとかスペインってあった時、逆ですよね、7割持たれますよね。ってことになった時には、それをメインに戦うっていう選択はまずしない。
だから森保監督の日本代表っていうのはどっちみち接戦になるっていうことを、想定したチーム作りになってますから、まあ悪く言うと中途半端なところは否めないわけで、そこで不得手なところと当たった時にその不得手な部分がもろに出てしまったのが今回と。だからそこをどうやって克服するのかというところでしょうね。だハイプレスでさっき言ったみたいな構造で前で取ろうというふうにハイプレスに振り切った守備をした場合に、それを外された時にミドルプレスってもう存在しないんですよ。ほぼ通過されるんですよ。もうローブロックのところまで下がらざるを得ない、真ん中空いちゃうから。だからそこの覚悟をしてないでしょ。ということはどうしても、前の人数が足んなくて蹴られるとかということは十分あり得ること。ただ今回の場合はプレスを外されて、通過されるんじゃなくてボールだけが通過される状態だから打ち手はあったと思いますよ。だから蹴られるんじゃなくて蹴らせるぐらいの状況にはしたかったですね。それはイラク戦もそうだしイラン戦もそう。ただイラク戦ではっきり分かったから、僕は2度同じ手は通用しないと思ってたんですよ、日本代表に対して。でところが通用しちゃったと。だその前の時は、インドネシアとバーレンカの時は結構冨安がスーパーだったんで、あこれはもう長いの蹴られても大丈夫だなと思ってたんだけど、違う方に蹴られましたね。はい、そうですね。イラクのロングボールは人がターゲットだったんで決めて潰しに行けるっていう選択があったんですけど、スペースにイランはほとんど狙ってきたんで、そうすると冨安の方じゃなかったらもうちょっと厳しいってことになっちゃいますね、やっぱあれだと。だからその構造的にプレースタイルを変えるってことはまずないと思うんですよ。だからこの範囲内で弱点を抱えたままそれを最小限にしていくっていうことしかないので、だから蹴られるところを抑えるか、ボールが落ちてくるところの人数を増やすか、そういう対策を早めにやった方が良かったですね。理想のメンバーが全員いればまたちょっと変わるんですけど、そのプレス回避のところにしても、まあ鎌田、伊東純也、もう今いなかった選手が全部いいコンディションでいたらまたちょっと話が変わる部分がいろいろあると思うんですけど、まあ、ただそれができるメンバーもだいぶ限られてる、その今の弱点に対してはってこともはっきりしたかなと思いますね。前半意外と蹴られなかったのは前田大輝にいたのが大きかったかもしれないね、うん、それもあって入れたのかなとは思うんですけど、まあ、向こうもやりづらくはなってたと思うんですよね。南野を入れた時に南野が結構鎌田に近い役割を鎌田がいない時の新天地でやってたことがあったんで期待してたかなと思ったんですけど、あんまりそういう動きしなかったんですよね。どっちかというと上田の近くにいたっていう、あの辺はちょっとなんでそうなったのかなっていうのは聞いてみたいところなんですけど、あともう細かいことなんですけど、その、まあ、イラン戦に限らず相手に引かれてスペースがないって時に、上田がかなり圧倒的に空中戦強いので、まあ、単純に蹴ってもいいかなっていうのは思いましたね、はいはい、でそうじゃない時、要するに細谷か浅野がトップの時はもともとスペースがないとちょっと苦しいなっていう感じはあったので、ただ上田がいるときは攻め手がないんだったらもう放り込んじゃってもいいかなっていう、イラン戦でも一本久保からありましたよね。ディフェンダーの背中入ったところにバーンって蹴ってすんげえジャンプでヘディングして、まあ、ゴール枠飛ばなかったですけど、あれは結構シンプルに武器かなっては思いましたちょっと上田えげつないところも聞いてますね、もうねだからザイオンもキック力あるからあれを生かすってところも考えてもよかったですね。なんかご含めてザイオンにとっては厳しい大会になりましたね、これね、うん、これで優勝すれば鈴木ザイオンレギュラー確定ポテンシャルを発揮して危ない部分もあったけど もうこれからの日本を背負っておくゴールキーパーっていうお墨付きできたはずなんだけど、はい、そうですね、大会中に成長しました。ここで負けちゃったから、うん、ただ最後の試合が実は多分一番出来が良かった、うんうん、ただそれまでにいくつかやらかしてるのがあって、うん、うんって疑問符がついたまま終わっちゃったよね。そうですね、もしあそこで結果拾ってたらザイオンにもう何回かチャンスがあって、あ尻上がりに良くなってきてるねっていう風に、うん、きっとなってたような気はするんですけど、まあでも森保さんまだ使いそうですね。
そこも頑固で粘り強い人なんで、多分まだ使い続けると思います、ね、全然。ゴールキーパーはじゃあ鈴木彩艶が一番いいキーパーかっていうと疑問はあるとは思うんですよ、うん、だから でも逆に他に誰が飛び抜けてるかっていったらない状況だから、もう才能外ですよね。そうですね、ポテンシャルを買って、うん、あと2年後には抜群にすごくなってるだろうっていうあの期待のもとに経験積ませようっていうことでしょうから、うんうん、それがまあ成功はしなかったというか、なんていうの、あの中途半端な形で終わっちゃったですね。今回ねワールドカップまでアジアカップなどちょっと短いんですよね、いつもよりちょっと期間短くなるんで、まあ、ザイオンにとっては欲しい時間が短めになるってところはまあありますけど、そこまで来たらでも相当武器になりますね。今までの日本のキーパーにできなかったプレーをたくさんできる人なんで、相手のフォワードと競り合って跳ね飛ばしながらクロスボールチャレンジできたりとか、ノイアーみたいな生き方できるので、まあ、キック力含めて今までの日本人キーパーはできないことばかり彼はできるところは。だ日本は本当にワールドカップ優勝しようと思ったらもう相当スーパーなキーパーいないと難しいと思うんですよ。キーパー弱くて優勝するチームって本当あんまないから、ブラジルぐらいなんで、その圧倒的な攻撃力があってキーパーはまあまあしょぼかったけど優勝したねっていうのはあんまないですよ確かに。だまあスーパーっていう条件から言うと、もうポテンシャルからすれば鈴木彩艶を使いたいってのは分かりますけどね。でもちょっとまあ茨の道になっちゃってますね、はい、今まで使ってきた大迫だとか、何人かいいキーパーはいるんですけど、まあ割とどれも大差がないっていう状態だったから、だったらちょっとタレントにかけてみようっていう感じなんじゃないですかね。いやもうそこはもう間違いなくその通りだと思うし、もうアジアカップの前から森保さんはそうするって決めてたっていう話は何となく伝え聞いているので、まあ、森保さんらしいというか、まあ、長期任せてる人じゃなかったらこんな決断絶対できないんですけど、アジアカップでクビになっちゃうからそんなことしてるし、ただまあもう8年任せようっていう人に多分なってるから、だからこその決断ですよね。これがでもE4 に出たら本当にすごいところまで行くかもしれないですね。いやイラン戦は良かったので、ギリギリゴールキーパーのせいで負けたっていう大会にならずには済んでるけど、うちょっと微妙な感じにはなっちゃった確かにダメとも OK とも言いづらい感じで終わってしまったから、ね、その前までの状態だとこれはダメかなっていう感じだったけど、まあだんだん良くなってきましたからね、うん、全部試合見たかったな。そう考えると本当見たかった。鈴木彩艶の話をし始めると、まあ、もう2試合必要だったなってことはすごい思いますね、うん、まあでもこれでも最終ラインで、あ最終予選でも起用 し続けたら今度はアジアカップとは全く違う種類になってくるんで、仮に彩艶のミスとかで落としたりしたらもうやっぱスパッと変えざるを得なくなるし、うん、それはいくら才能があっても何度ミスしても使われる人だったら他のキーパーは収まりがつかないですからねそこまで実力下がるわけじゃないしさ現時点で。そうですね、まあ、何よりも最終予選はそんな楽と悪いわけじゃない、ね、まあ、まあ余裕もないだろうしね、うん、いや僕はやっぱその先手後手っていうキーワードがすごい気になってるんですけど、先手は打てないなこの人はっていう、こう1点取られた後の後手での動きっていうのは結構腹くくっていくし選手にも伝わるんですけど、先手はやっぱ打てないなっていう、もうその印象がやっぱ続きますよね。だからワールドカップの時には森保さん采配がめちゃくちゃ褒めたたえられて、今回はケチョンケチョンに言われて、なんかこう一喜一憂みんな手のひら返してるようなんですけど、結局先手後手っていうキーワードで見ていくと何も変わってないんですよね。やっぱそうなんですよ、いいところも悪いところも先手後手でやっぱ現れちゃうんで、そこをちょっと森保さんには意識してほしいなっていう、なんかこうもう麻雀でいうところのずっと明前にこだわりすぎてて、こう泣いた人に早上がりされてる感じの先手に弱いっていうところが試合の中で出ちゃうので、そこをね改善してほしいなと、うん、だからワールドカップのドイツ戦みたいに前半ちょっともうやばいぞってなったら、これは5枚にするしかないだろうなって思ってたらちゃんと5枚にするじゃないですか。でも今回はあんなに状況悪いのになぜ変えなかったかと、でも結構ムラのある人だなっていう感じはありますし、
まあ、何度も言いますけど前回大会の決勝もそうですよね。でハイプレスしてもはまんないって、でもずっとハイプレスし続けて結局2点取られたのかな。でハーフタイムにようやくで試合終わってからどうすればよかったんでしょうかって話になった時に、まあ、一時的に引くのもありだと思いますって、なんだ答え持ってたんだったらなんで伝達しないのって。今回も多分答えあったと思いますよ。多分あの試合を解決する鍵はそれまでのアジアカップの中だけでもたくさん引き出し出てたんで、あとは使うだけだと思うんですけど、そこの決断をやっぱ先送りというか粘っちゃうんですよね。今回も試合直後に自分の采配ミスだって言ってますからね、うん、手を打たなかったのは自分のミスですと。手を打とうかどうかは迷ってたんだとは思う、うんうんうん、そこってどう解決するか、監督の決断レベルの話ってすごい難しいところじゃないですか。外部からこう口を出してどうにかっていうのは、だある意味イラン戦に関しては監督のせいで負けたって言っていいと思う、うん、ただ監督のおかげで勝つ試合もあるわけだだそういうのは総合的な判断だから、うん、まあ、これが最後のワールドカップの最後の試合でもない限り、それをもって監督の全能力を肯定も否定もできない、うん、ただそういう弱点を持っているってことはもう前々から分かってたことなんで、ワールドカップの采配が全て当たったわけでもないし、先手助言のできるコーチがいるのかってところは気になりますね。七海さんもどっちかっていうと後手に見えるんですよね。なんかただこれアジアカップ8で負けたってことは誰か責任取らなきゃいけないだろうね。あ、普通に考えればてこ入れ、なんか監督切れるんだったら切ってもいいと思うよ、はいはい、でも切れないんだったら誰が犠牲になるのってちょっと思うけどね。前回最終予選もちょっと調子悪くなってきた時にコーチが変わったりしましたよね。新しく入ってきたりとか、テコ入れがあったりしましたよね。ちょっとあるかもしれないですね。それいや、もともと 1-0 体質だと思いますよ最初から。ただ点が取れていただけであって全然勝てるんだったら 1-0 でいいですっていうのはもう森保監督割とはっきりしてると思う。でそこの対局観は僕は間違ってないと思うのは、ワールドカップ行っちゃえばそうだから、ほぼ全部接戦なんで、うん、1-0 でも、まあ、2-1 か3-2か分かんないけど、そこの僅差勝負をものにできるかどうかっていうところでしょ。そうですよね。ワールドカップで 2-0 とか行ったら本当完勝だなって感じするから、やっぱだから前回のアジアカップももう塩試合って言われてたけど、本当にしょっぱい試合で 1-0 でもいいから勝ちましょうっていう、だから前半膠着しててもいいですっていう、だから相手にボールを持たれてても自分たちが持ってても膠着するの一緒なんですよ大体。ただそうするとまあムラも出てきちゃうかなっていう、いよいよ要するに勝ち損ねる試合っていうのはどうしても出てきます。変わってないと思う、うん、ただ今の日本はワールドカップ前の日本と比べるとフィニッシュの能力がものすごく上がってて、同じような塩試合をやってるんだけどシュートが入っちゃってるんだよね。だからそんなにこう塩なイメージはなかったと思うんですけど、監督本人の、あれはそんなに変わってないと思うんです。いや、そうですね。カウンターチームって相手がつないできてくれればすごい大量点取るんですよね。別に日本じゃなくても、まあ、それが親善試合で起こりやすかったっていうのは間違いなくあると思うし、決定力の問題も、まあ、決定力不足って問題は全然最近聞かないので、そういう話は、うん、まあ、そこら辺で取れてたんですけど、まあ、最終予選こうはいかないなっていう感じではやっぱ なりますね。来ないから向こうも、だから長所としてフィニッシュの確実性がある、チャンスが少なくても決める確率はだいぶ高くなってるなと思いますけどね。長所として短所変わらないです。そうですね。そう、まあ、サイド攻撃なんかも相手引いた時にも結構ポケット取りに行く攻撃は、まあ、それかなり対策打たれましたけど、まあ、できるなっていう。でバーレン戦はそこに引き寄せまくって真ん中に返してマイクマが来たっていうところも見せたので、まあ、そこの方はどんどん伸びていってるなってところありますけど、まあ、親善試合ってなかなか短所は出ないし直せないもんですね、どうも。まあ、おっしゃられたプレッシングはまらない時のロングボール対策とプレス回避、
まあ、プレス回避はまだまだドイツ戦ではうまくいったなってすごい感動しましたけど、まだまだ全然もう道としては完成度はもう全然高くなかったっていうところですね。限定されたこう形人っていうところだったんですね。まあ、まあ出てきてしまったので、そこら辺ですね、はい、今後の課題。人が揃えばできるっていうところ、完全に揃えばできますね。やっぱあの時はもう完全に揃ってたんで、ドイツ戦は。だ、今後のところでいくと人が揃ってなくてもできるようにしていかないといけない。それありますけど、ありますけど、でもこう両サイドに三笘と伊東純也が揃わなかったら、多分同じタスクできる選手が多分あれはいないですよね。そこら辺はまあなんともなんともなのと、あとじゃあ久保に鎌田のことをやらせるかって言ったら、やっぱちょっとそれはもったいないんじゃないかっていうふうに森保さんも思ってるような気もするし、まあ、どこに折り合いつけていくかですね。うん、だから僕はこのアジアカップはターンオーバーを試す一つの機会なんだろうなと思ってたんですよ。というのは、まあ、ちょっとワールドカップのレギュレーションがまだはっきりしないところがあるとはあれなんですけども、まあ、メンバー変えないで決勝近くまでやるチームってまずないので、どっかでガラッと変えないといけないっていう場面は出てきます。そういう意味では2チームと、まあ、まあ言っちゃえば2チームですね。ターンオーバーできるかどうか、ターンオーバーできるだけの層をが充実しつつあるのは見えたので、アジアカップではそういう采配を見せるのかなと思ったんですけど、イラクに敗れたことで、ちょっとこう、なんだろう、それが難しくなっちゃったのかなって。まあでもあのゴールキーパーを鈴木彩艶使ったりとか、いくつかのテストはしてたとは思うんですけど、結局遠藤航も最初から最後まで使い回したっていうのも、一番重要な選手を一番疲れさせるっていうのはどうなのよっていうのもありますし、ちょっと思ってたターンオーバーを、完成させるじゃないけど進化させるための大会っていう僕のイメージはちょっとなかった、崩れましたね。もう一つずっと気になってるのは鎌田のことなんですけど、まあ、今回選ばれなかったのはまあクラブとのこともあるかもしれないですけど、その前からちょっとなんか序列が低くなりがちで、まあ、ワールドカップの時も早く下げられるっていうのもありましたけど、なんかこう鎌田の扱いどうなっていくのかなっていうところは気になってますね。やっぱいたらああいう状況は解決できるクオリティ持ってる選手だから、まあ、そこ一つ気になってますね。今パッと思いついたのは、二次予選はもうコンディションだけが問題だと思うんですよ。だからそんなにメンバーを揃えなくていいっていうのは僕は思ってて、新しい選手を使ってもいいんじゃないかと。あのチーム、多少チームになってなくてもコンディションが悪いとかモチベーションが低いっていう選手を集めるよりはいいんじゃないかなというふうに思います。うん、最終予選になると、まあ、そうも言ってられなくなるでしょうけど、もう間違いなくイラクが勝ったことで流れが変わったっていうか、もうみんなそれをやろうとしてくるようになったじゃないですか。まあ、ミランもそうだけど、だからそれに対してしっかり勝っていくっていう練習にはなるんじゃない、うん、これで何回もやれちゃうようだったら、だからまあある程度特定の相手に対してどうするかっていうことなんで、対策は立てられると思うし、これがじゃあ例えばイングランドだったら、イングランドはバチバチ蹴ってきましたって言ったらちょっとあれかなと思うけど、基本勝てそうな相手にが抵抗してきてるだけだから